あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。日本語虎の巻、虎の巻麻希子です。ちょっとお正月っぽい感じで始めてみました。2022年今年もよろしくお願いします。みなさんお正月はどのようにお過ごしですか？私たちはいつもだと。 インドネシアに行ったりしてるんですがコロナでなかなか海外に行けないですからねお正月は最近は日本です日本にいます静かに過ごしています特に今年はトラ君が受験生なんでね受験生ってあの来年高校や大学に入るための入学試験を受けるために勉強している高校3年生中学3年生のことを言いますけど ほんと毎日毎日クリスマスもお正月もなくずっと塾で勉強してますよ大変ですよねなので大体いい受験生のいる家はお正月なんてどこにも行けずに家にいますねつまんないですめちゃくちゃつまんないですまあ3月の試験までの我慢と思ってあと2ヶ月頑張ります親も子供もはい でね、勉強の話が出たので、今日は勉強について話そうかなと思います。2022年初めのポッドキャストは日本語の勉強について。最近、インスタグラムとかフェイスブックでね、日本語を勉強している人の投稿を見てるんですけど、皆さんほんと頑張ってますよね。ノートいっぱいに漢字絵を書いたりしてね、 日本人より頑張って書いてますよね。素晴らしい。私なんてこの前ね、友達から送られてきたメッセージの漢字が読めなくて、Google で調べちゃいましたよ。ネイティブでもね、日本語教師でも読めなかったり、見たことのない漢字、普通にいっぱいありますからね。そんなもんですよ。なので皆さん、そんな完璧になろうって思わないで、肩の力を抜いてね、楽しみながら勉強してくださいね。 で、日本語って皆さん苦労されてると思うんですけど、三つ文字がありますよね。ひらがな、カタカナ、漢字と。ほんと大変。ごめんなさいね。三つも覚えさせちゃって。で、ひらがな、カタカナは、フラッシュカードなんかを使って、皆さん結構早く覚えられるのかな。本当に初めて日本語を習う生徒さんでも、次の週には、 ひらがな半分ぐらい覚えてくれてたり2週間ぐらいでは全部読めるようになってることが多いですね。で漢字はね私たち日本人はどうやって漢字を習うかっていうと先に日本語を話せるので子どもの頃から話してるのでボキャブラリーとか単語を知ってるんですよ。でそれでその後にその単語は漢字で書くと。 どんな感じになるのかっていうのを学校で習うんです。なので、あの漢字を覚えるときは漢字一つを覚えるのも大事なんですけど、ぜひ単語とセットで、でその意味、それから読み方を覚えるといいですよね。私たちがね、あの学校で漢字を習うときはまず皆さんと一緒に漢字一つ一つの書き方、読み方を習います。で意味は習いません。 で、そのコンビネーションによって漢字って読み方も変わりますから、いろんなコンビネーションでの漢字の読み方、それからその漢字を使った短いセンテンス、1文ぐらいのね、文章で漢字を覚えます。で、大体いい私たちは漢字を書くテストが毎月あるので、学校でね、で、毎日毎日練習してましたけど、 皆さんは漢字を書く機会はそんなにないと思うので書くことを一生懸命頑張らなくてもいいかなと思います。でもあの体を使って書いた方が覚えやすいっていう人もいるので、まあ、それは自分のやりやすいやり方でいいと思います。あとはあの初級ビギナーのうちはテキストを使って勉強して基本的な文本的なあの文法を 身につけるのが、やっぱり一番確実かなと思います。初期の文法はもう基本の基本なんで,で、あのー、大事です。である程度中級レベルになったら中級のテキストとかから文法を覚えるのも大事なんですけどむしろ、あのー、そのレベルからだったらいろんなものからインプットを増やすことが大事だと思います。映画とか漫画とかドラマとかね。 で、それをアウトプットする。話したり、書いたり、インプットとアウトプットの両方が必要です。バランスよくね。で、あの、私が英語を勉強した時の話なんですけど、私は大学の試験に受かるまでは、単語とか文法、イディオム、それからめちゃくちゃ難しい英文の長文を読めるまで、 英語それぐらいまで英語のレベルを上げました大学に入るためにねけどそれだけの英語の知識があっても全く英語は話せませんでした教科書と問題集ワークブックからしか勉強はしてませんからね試験のためだけの勉強ですなのでそこからは BBC ニュースを見たりあとはドキュメンタリー番組を見たり スピーチを聞いたりいろんなインプットを増やしました。でもニュースとかスピーチの英語ってつまらないし難しすぎてほとんど聞き流してましたね。映画もあの全然聞き取れないし字幕つい見ちゃうし。でその時に習ってたネイティブの先生にじゃあドキュメンタリーの番組の内容を毎日一つ見て 自分で、あのー、分かった内容だけでもいいからサマリーを作ってエッセイを書くように言われたんです。毎日1つエッセイを書くのね。でそのネイティブの先生に、あのー、今度その毎週1回会ってたんですけどそれを英語で話して説明する今週はこういうのを見たんだけどその内容はこうこうこうでこういう話だったよっていうのを説明するんです英語で。 でこの勉強はめちゃくちゃゃく効果がありました。で、これで留学するための TOFL e のリスニングとライティングのスコアがぐんと上がって無事に留学できましたで大学院に留学したんですけどこの練習は留学してからもエッセイを書くのにかなり役に立ってっていうより大学生ごめんなさい大学院ってあのエッセイを書くことが全てじゃないですか。 むしろできないと退学になっちゃうんで、もう本当にこの練習しておいてよかったって思いましたね。でも、あのー、留学してからは、皆さんもわかると思うんですけど、とにかくネイティブの会話が聞き取れない。で、本当、人と話すのが嫌になった時期ありました。もう英語一生使いたくないって思って、泣いてた時期もありましたよ。 留学とか現地で生活したら英語が話せるようになるんだろうなってみんな思ってるかもしれないんですけどそうでもないんですよねあの留学した経験のある皆さんもわかると思うんですけど日本にいたら日本語が話せるかって言ったらそうでもない日本語なくても生きていけたりするもんなんですよね私もルームメイトいたんですけどもうそれこそ会話が聞き取れなくて 英語が嫌になってたりしたのでもう必要最小限できるだけ少ない会話で生活したり挨拶だけとかそうやって生活できちゃうんですよねでもやっぱそれじゃいけないかなって思って大学の授業もあるし先生ともコミュニケーション取らないといけないしなのであの毎日誰でもいいから話すようにしました。大学に行く日は、 大学のカフェやばい店で、あとバスに乗ってたらあのバスの隣の,あの女の人とかに話しかけてみたりねもうめちゃくちゃ怪しい <laughs> 怪しいですよねいきなり話しかけてでもそうやって練習してましたあとはネイティブじゃなくてもいいから英語を話す練習相手になってもらったりそのネイティブじゃないんでねその人はすごい安い値段でお願いしたりしてました 本当今考えると失礼なほど安い値段でした。いやあの人本当にいい人いだったな。うん、でそう、あの途中からは1人暮らしだったんですけど家にいる時とかあの新聞や雑誌の記事を毎日1つか2つ声に出して読んでました。英語を話すす。練習ですでこれは舌や口を英語に慣れさせる練習。 これも会話の練習ににめちちちゃゃく役に立ちました。でサマリーを書いてた時と一緒で声に出して読んだ記事について自分の意見を英語で言うそうすると思ってることが英語で言えるようになりましたであとはラジオやテレビをあの見たり聞いたりしてとりあえず一日中ラジオやテレビをつけて英語が耳に入るようにしてましたでたまにそのあの 聞いたラジオの内容とかね。について自分の意見を英語で言い返してみる。ラジオに向かって。いや、それ違うんじゃないのみたいな。とか、そんなことをしてました。で、あ、ごめんなさい。私の英語の話が長くなっちゃいましたが、これ日本語でも同じだと思うんです。今は、あの、YouTube や Netflix とかで日本のアニメや映画、ドラマに簡単にアクセスできます。 で字幕も日本語にできたりで私のおすすめはドラマなんですけどドラマだと先が気になってずっと続けられるでしょでなるべく内容は日常生活に近い内容のドラマを見るとどんな時にどんな表現を使ってるか覚えることができます。もちろんアクションとか SF が好きならそういうアニ,アニメとかでもいいと思うんですけど。 アニメの日本語はまた特別な話し方したりするんでね。ナルトとか特にね。だからあんまりおすすめできないけどまあでも一番あの好きなものがいいと思うので好きじゃないと続いていかないので自分の好きなものを見ながら表現を覚えていくのが一番いいと思います。あとはポッドキャスト。これは自分の宣伝っていうかプロモーションになっちゃうけど。 でも、皆さんのお役に立てることを目的に作ってますからね。で、アニメとかドラマは、目からの情報で、たとえ言葉が分かんなくても、なんとかなっちゃうときがあるんですよね。で、このシーンだから、まあ、こんなこと言ってんだろうなって、想像がつくんです。でも、ポッドキャストは100%耳からだから、本当に聞くことに集中できる。じゃ集中しないといけない。 でドラマやアニメと同じであのー、ポッドキャストもいろんな種類のポッドキャストを聞くといいと思います。でニュースのポッドキャストもあれば私のような普通の会話をしてるポッドキャストもあったり日本人2人で普通の会話をしてるのもあったりでもあのネイティブ同士の会話はどうしても難しくなっちゃってわからないってなると思うんで。 私もね、アメリカ人3人とかで、男性が話してるコメディのポッドキャストとか、聞いたことあるんですけど、内容がよく分かりません。スラング多すぎて。あと、何のことを話してるのか、いまいちこうわかんないんですよね、話題が。なので、初めはこういうあの日本語の先生が作ってる普通のポッドキャストがおすすめなんですけど、慣れてきたら、自分の好きなこと、 ドラマとかアニメでも趣味でもいいのでそのことを話している日本語のポッドキャストを探してみると意外とめちゃくちゃわかりますわかる聞こえますで私の場合はえっと自分が見てたネットフリックスのドラマについて話してるポッドキャストを聞いてましたあのギルモアガールズのポッドキャストとかねギルモアガールズはあのしっかり全部見ていたのでそのポッドキャストは 100%理解できましたで。めちゃくちゃ面白いなと思って聞いてました。で、あと最近だと、バージンリバーも見てたから、バージンリバーのポッドキャストも聞いてたかな。そう、そういうドラマのは、なんなら私も一緒に入って話せそうなぐらい内容が理解できるし、もう意見も言えます。で、日本のアニメのポッドキャストとかも、まあまああるので、 ぜひ探してみてください。ドラマのはあるのかなよくわかんないんですけど、まだ。もし、話してほしいドラマの話とかあったら、ぜひリクエしてください。私が、私のメイとね、熱く語れますよ。私のメイはめちゃくちゃドラマ見てますからね。あと、ジョジョの奇妙な冒険とかね、すごい人気なんですね、ジョジョって。びっくりしました。でも、私は見たことないんだけど、 もう周りにたくさんジョジョのエキスパートがいるんでかなり熱く深い話ができると思いますよ。なのでぜひ、あのー、話してほしかったらリクエストください。<laughs> ポッドキャスト作ります <laughs> で、ポッドキャストはあのー、スクリプトがあるものもありますよね。特に日本語の先生が作ってるもの。私のもね。で、そのスクリプトをぜひ使ってください。 ポッドキャストを聞いてるのはインプットになるんですがやっぱアウトプットしないと話せるようにはならないんで私がやってたようにスクリプトを声に出して読んでください話す練習になりますあと読めない漢字を調べたりねであとはそれをサマライズして自分の意見を言ってみたり書いてみたりもいいですそうすれば日本語を話す相手がいなくても全然練習できますいつでもどこでも練習できます で意見を言う練習にもなるので自分の言いたいことが日本語で言えるようになります。あとは読む。本とかね小説を読むのもいいんですけど、うん、大変いいとは思います。であのー、インスタでもフェイスブックでも自分の興味のあるもののグループに入ってとかハッシュタグで探してで 日本語で書かれてる投稿やコメントを読むだけでもすごい勉強になります。でそうすると日本人のリアルな話し言葉とか表現あとは漢字も勉強できますで。私もオーストラリアにいた時はオーストラリア人の友達との,あのテキストメッセージのやり取りでかなり英語表現学びました。あのこういう時はこういうふうに言うんだなって <laughs> ごめんなさいスラングとかね で、日本人の友達がいなくても今ね SNS があるんでその中であの、読んでるだけでも勉強になりますしあとはもう勇気を出して日本語でコメントしましょうちゃんとねみんな答えてくれますよネイティブの方とかも一緒に見てると思うんで間違ってる日本語があったらちょっと直してくれたりちゃんと優しくコメントしてくれると思いますで、Facebook、 でもあの日本語の勉強のグループたくさんありますけどみんな英語で投稿してるんですよね。それじゃ意味がないんです。いつも思ってるんだけど。で日本語を勉強してるんですから日本語で投稿しましょう。そう思って私が作った日本語だけで投稿するプライベートグループもあるのでよかったら検索して入ってみてください。またあのエピソードの あの欄に貼っておきますねその私のプライベートグループ。で、このポッドキャストのページも Facebook にそろそろ作ろうかなって今迷っているところです。またできたら教えますね。ぜひ皆さん、の Facebook のページもできたら入ってください。で、ちょっと長くなっちゃいましたけど、とクイズがなかったのね。えっ、ー、と、今回は、 どうううしようかなそうね、今回のポッドキャストのエピソードを聞いて私の言ったことをまとめてそれから自分の意見をまとめてくださいまとめてみてくださいであの Google のクイズフォームでもいいしインスタの投稿でもいいし DM メール何でもいいので送ってみてくださいちゃんとあのコメントします だいぶ長くなっちゃいましたけど今回はここまでインスタのフォローもよろしくお願いしますではまた皆さん今年も1年よろしくお願いします次回もまた聞いてねさようなら